皆さんこんばんは。週刊カメラニュースの時間です。この番組は今週1週間あったカメラにまつわる新製品情報やトピックスの中で気になったものについてお話しする番組です。お相手は460フォトラボラトリー所長の IXE460 です。改めましてこんばんは。460フォトラボラトリー所長の IXE460 です。今週も始まりました週刊カメラニュース。気になった新製品情報とトピックスはこちらのようになっています。それでは新製品情報から見ていきましょう。今週気になった新製品情報はこちらとなります。詳しく見ていきましょう。キャノン RF マウント用 85mmF1.8 マクロ、 100mmF1.8 マクロ、 APS 用 100mmF2 の特許申請。キャノンの方から3本のカメラの特許申請が出ました。キャノンはね、結構頻繁に特許申請を出していて、必ずしもね、すべてのものが商品化されるというわけではないのですが、この RF マウントに関しては出るのではないでしょうか。このね、スペックだけだとどのぐらいまで寄れるかわからないんですけど、 100mmF2.8 なんていうのは結構ね、中望遠マクロとしては定番ですし、 85mm のね、マクロとかもポートレートなんかだったら結構ね、意外と普通のものだと寄れそうで寄れないんで、こういうね、85mm でマクロが出ればポートレートとかでね、バストアップとか撮る場合にはすごく有効になるのではないでしょうか。 RF マウントに関してはね、結構キャノンも今力入れてるところなんで、実際に商品化されるかもしれません。そして気になるのがこの 100mmF2 というレンズなんですけど、 APS-C 用なんですよね。ただ FE マウントね、レンズというのは外径の縛りがあるんで、このスペックで外形をね、統一できるのはちょっと難しいんじゃないかなと思えるので、もしかするとこれは RF マウント用かもしれませんし、商品化をねするわけではなく、とりあえず特許申請を出しただけなのかもしれません。ちょっとね、余談になりますけど、結構ねカメラメーカーの中ではキャノンは積極的に特許申請出してるんですけど、これってね、おそらくなんですけど、90年代にキャノンが薄型テレビを出そうとしたことあるんですよね。このチャンネルの視聴者さんって結構自分と同世代か、もうちょっと上の人が多いんで、覚えてらっしゃる方もいるかもしれませんが、平面型ブラウン管っていうのを出そうとしたんですけど、発売直前になってアメリカの企業から特許申請で訴えられて、結局お流れになっちゃったっていうトラウマがあるんで、そういうこともあってキャノンっていうのはね、もう積極的に特許申請の方を出していってるんだと思います。実際ね、特許申請出したからといって必ずしも商品化されるわけじゃなくて、個人的に覚えているのはね、三軸チルトのね特許出してたんですけど、その画像っていうのが EOS M6 をねベースとしてたんですけど、結局 EOS M6 Mark II には三軸チルト採用されませんでしたから、そういうこともあってね、特許申請を出したからといって必ずしもね商品化されるというわけではないので、その辺は注意。キャノン2020年下半期 EOS KISS M Mark II など2機種の EOS M を発表か。キャノンが2020年下半期に EOS M のラインナップに力を入れるらしい。新型の EOS M の発表は EOS R5 と R6 の発売が開始された後、EOS M50 Mark II、日本では EOS KISS M Mark II の登場が理にかなっている。2機種目の EOS M はまだ少々謎だ。 EFM 用マウントの単焦点レンズを2020年下半期に発表するか。こんな感じでですね、 FEM マウントのカメラの発表が今年のね下半期にあるのではないかという噂が出ています。以前お伝えしたように、キャノンの方では FEM マウントのレンズを5本ぐらい開発していて、それが早ければ2020年の下半期、遅くても来年の上半期には発表するのではないかと言われています。それに伴ってね、カメラの方も新型を発表するみたいです。まあね、商品サイクル的に言うと EOS KISS M Mark II が出るのはまあ妥当かなという感じがするのですが、気になるのはもう1機種ですよね。普通に考えるともう販売中止になってしまった EOS M5 の後継機になると思うんですけど、この辺がどういう風にキャノンの方は考えてるのか分かんないですよね。さすがにね、 EOS M200 の後継機がもう出てくるということはないと思うので、おそらくは EOS M5 の後継機になると思います。やはりね、 EOS M6 Mark II が
エントリーモデルのフラッグシップというのはちょっとね、スペック不足かなという気がします。ただね、 APS-C に関しては RF マウントの方にね移行するのではないかという噂も出てます。実際ね 7D Mark II の後継機が出なかったので 7D Mark II のね後継機は RF マウントで出るのではないかという噂も出ているので、この辺のね住み分けというのはどうなるのかわからないですけど、しばらくの間はエントリーモデルに関しては FEM マウント、ハイアマチュア以上のユーザーには RF マウント用というふうに住み分けしていくのではないかと思われます。タムロン 70-180F2.8DI3VXD 正式発表。先週お伝えしたタムロンの 70-180F2.8 が正式発表されました。先週お伝えしたこととほとんど同じなのですが、発売日の方が5月14日に変更となりました。これもね、新型コロナウイルスの影響のようです。量販店最低価格なんですけど123,750円税込みとなっています。メーカー希望小売価格の方が15万円なんで、まあそこそこ最初からねお安くなってますね。このレンズなんですけど、この VXD っていうオートフォーカス機構はかなりよくできているみたいで、 AF の機器も速くて正確みたいですね。メーカー公式サイトの方にレンズ構成図と MTF 曲線が公開されています。レンズ構成図を見るとね、やっぱり特殊低分散カラスをふんだんに使われているので、これはかなり色収差とかコマ収差を抑えられているんじゃないでしょうか。あとね、手ぶれ防止機能がないということも画質の、ね、向上に貢献していると思われます。あと MTF 曲線なんですけど、これもね見ている限りかなりいいですよね。特にね APS-C サイズの、ね、カメラに取り付ければかなりコマ収差とかも抑えられるのではないでしょうか。先ほども言ったようにレンズ側に手ぶれ補正がついていないので、ボディ内手ブレ補正を内蔵した α6500、6600と組み合わせて使うのがすごくいいのではないでしょうか。ただね、テレコンが使えないようなので、野鳥撮影となるともう少し焦点距離が欲しくなるのかもしれません。いや、ほんとね、このレンズいいですよね。焦点距離をね、20mm 削ったということで、質量の方が1キロを切ってるっていうのもありますし、価格もね、特殊低分散ガラスをたくさん使っている割にはそこそこの値段になってますし、すごくお買い得なレンズじゃないかと思います。ただね、マウントの方がいいマウントレンズだけっていうのが悔しいですよね。キャノン信者としてはぜひとも RF マウントでも出してほしいところなんですけど、なかなかそれは難しいんでしょうね。続いては今週のトピックスです。今週気になったカメラにまつわるトピックスはこの2つとなっています。ヨドバシカメラ3月下期のカメラレンズ交換式デジタルカメラの売れ筋ベスト10、データ集計期間2020年3月16日から3月31日。1位ソニー α7-3 ボディ、2位ニコン Z50 ダブルズームキット、3位ソニー α7-3 レンズキット、4位ソニー α7R4 ボディ、5位オリンパス OMDEM1M3 ボディ、6位ニコン Z6 ニッコール Z24-70mmF4S マウントアダプター FTZ、 7位ソニー α6400 ダブルズームレンズキットボディ、8位キャノン EOS1DX-3 ボディ、9位ソニー α6600 プラス E18-135mmF3.5-5.6OSS、10位キャノン EOS90D ボディ、以上となっています。こうしてねデータを見てみると、またソニーの α7-3 ボディが1位になりましたね。ほんとね、もう売れに売れてるって感じですね。その他にもね α6400 とか6600も順調に売れているので、相変わらずソニーは絶好調って感じですね。あとニコンの方もね、 Z マウントの Z50 や Z6 も売れてますし、ニコンの方もね、うまくミラーレスの方に移行できているのかなという気がします。あとね、キャノンの方も稼働を休止していた生産工場の方が稼働を再開したということもあって、90D の方がね、ベスト10内に入ってきてます。あとね、1DX-3 の方もまだまだ売れてるみたいですね。それからオリンパスの OM1-3 ボディも順調に売れているみたいです。
こうしてねデータを見てみると、ヨドバシカメラは量販店の中ではハイアマチュアユーザーが多いのかなっていう。 BCN プラス R ミラーレスカメラの販売台数シェアの推移、2020年3月の機種別販売台数ランキング。3月のミラーレス一眼デジタルカメラの販売台数は前年比 49.5% 減。年明け以降は前年割れは続いていたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で状況はさらに悪化した。メーカー別販売台数前年比も市場全体と連動して低迷。ソニーが 44.5%、 オリンパスが 54.9%、 キャノンに至っては 32.3% まで下落。ただシェアとしては4番手ながら富士フィルムのみ 115.6% と慎重。販売台数のシェアでは年明けから上位3社による混戦が続いていたが、3月中旬以降はソニーが突き抜け 30% 超を記録している。シリーズランキング、キャノンの EOS-QSM がオリンパスのオリンパスペン EPL9 に僅差で競り勝ち、トップを獲得。このランキングを見ているとやっぱりね、エントリーモデルの EOS-QSM やオリンパスペンが販売シェアの方ではトップとなっているみたいです。マップカメラとかヨドバシカメラだとこの辺のね機種っていうのはランキングには入ってこないんですけど、やっぱり家電量販店ベースで考えるとこういうEOS-QSM やペンといったエントリーモデルの方が販売は好調のようですね。3位4位にしてもね、エントリー向けの3位以降に関してもね、エントリー向けの α6400 や EM10M3 とか α6000、 それから富士フィルムのね XA5 とかが出てきて、7位に入ってね、やっとニコの Z50 なんかがランキングとなっています。はい、いかがだったでしょうか。新製品情報に関してはね、キャノン以外のメーカーはある程度もう出たというところで、どうしてもキャノンの新製品の噂が活発となってますね。あとはそろそろソニーの新製品の噂も出てくるのではないでしょうか。トピックスに関して言えば、やっぱりね、去年の消費税増税と新型コロナウイルスの影響もあって、ただでさえね衰退気味のカメラ業界っていうのはますますね下降となっていってますね。ここら辺でね、消費税の減税とかがあればバーンと一時的かもしれませんが、販売のね持ち直しとかもあるのかもしれませんが、以前にも言ったかもしれませんが、もうデジタルカメラ自体もねフィルム時代と一緒で、一部のね大人の人の嗜好品という感じになっていって、一般の人はね昔の使い捨てカメラみたいにスマートフォンのカメラで十分っていう時代になっていくのかもしれません。というわけで、今週の週刊カメラニュースはここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。今週の番組が面白かった、役に立ったと思われた方は高評価、来週のカメラニュースも気になるという方はチャンネル登録の方をよろしくお願いします。それでは来週この時間にお会いしましょう。おやすみなさい。